聞いてたのか。ただいまより常陸大宮市ミニ四駆大作戦ギネスにチャレンジを行いたいと思います。225mm。おはようございます。商い組、代表をいたしまして川又が今日のレポートをいたします。今日のコースをレイアウトした石川さんに設計に対しての思い出を聞いてみたいと思います。はい、今回はですね、ギネス、世界最長記録にチャレンジということで、特徴としては非常に長いコースということですね。全体的には立体なところはないので、ほとんど、フラットコースということで、皆さん全開で、走れると思います。ノーブレーキ、ノーマスダンという感じになりますね。はい、今日の一番責任者の一人であります竹内さん、ミニ四駆の神と呼ばれている方に、インタビューしたいと思います。よろしくお願いします。竹内さん、この世界一のコースまず、見て第一印象。そうですね、やっぱり今までのコースで一般的に走らされるコースの大体6倍ぐらいになってるんで、やっぱり一目見た瞬間やっぱ大きいなっていうのが一番の印象ですね。なるほど。竹内さんから見てどのようなところが、はい、勝敗の分け目になるポイントになると思いますか。はい、まずはやっぱり一番カーブが結構多いところなんで、そこでいかに減速をしないかっていうことがまず一点ですね。あとは、バンク上りがあるんで、そこのところでやっぱり後半パワーがなくなってくるところで上り切れるかどうかっていうところが2番目。で、最終的にはやっぱりレーンチェンジですね。1周目、2周目、3周目ともなんですけども、スピードを出しすぎるとやっぱり着地のところで飛んでしまうので、その3点を注意するところがコースの攻略のポイントになると思います。なるほど、ありがとうございます。頑張るぞ。
今日は無事ギネス・ザ・チャレンジ終わることができました。これも皆さんのおかげです。とても楽しくできたと思います。これからも常陸大宮市商店街の方ではどんどんいろんなことを考え、いろいろと活性化のために頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。今日は一日お疲れ様でございました。ギネスの方の申請用のチャレンジも成功しまして、あとは申請を出すのみとなりましたので、まあ、できれば常陸大宮市にギネスができればいいなと思っておりますので、これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また常陸大宮市に来ていただけるのを待っております。せーの、やー